皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーのカノンです。皆さんはテレビ見ますか？私は見ません。あんまりイギリスのテレビ見てて思うのが、そんなに私にとって見たいって思うのがないかもです。料理番組だとかドキュメンタリーだとか、あとはもう本当トークショーみたいなものが多いですね。日本みたいにバラエティ番組なんかで結構芸人さんたちがはしゃいで回って遊ぶみたいな、そういったものは全くイギリスにはないです。まあ日本にいた時もそんなにテレビは見なかった方なんですけど、今日本で結構 NHK の受信料の支払いについて、まあいろいろ飛び交ってるじゃないですか。例えば日本の NHK もイギリスの BBC も受信料だけで賄ってる国なのに、イギリスの受信率の支払い率はなんと 100% に近い。その理由はだとか、届いた手紙の開封と、イギリスだけじゃない他の国の公共放送は一体何を財源にして賄ってるのかなどなど、明日からまっ全く使えない豆知識として聞いていただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。よーっバンシュッ。日本みたいに受信料だけを財源にしている公共放送はイギリス、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマークなどがあります。他には受信料だけじゃなくって広告料も収入源にしている国は、例えばドイツ、イタリア、フランスなどがあります。他には民放と同じく広告料だけを財源にしている国は、例えばアメリカやオーストラリア、カナダが挙げられます。他にはですね、広告料と交付金で賄っている国はスペインや台湾、ニュージーランドのこの3つの国がそうです。かつては受信料のみで賄ってたそうなんですけれども、財政悪化によって広告を取る商業商法になっていった国が多いそうです。つまり受信料システムが破綻した国っていうことです。イギリスでテレビを見ようと思ったら、カラーテレビかそうじゃないかによって金額が変わってくるんですよ。例えばカラーテレビであれば150ポンド、だいたいまあ2万円ちょいぐらい。そして白黒テレビであれば50ポンドぐらいなので、およそまあ7000円ちょい、8000円ぐらいになります。最大15台まではこの価格で見れるそうです。ちなみに75歳以上の人や老人ホームに住んでいる方、目の不自由な方などには割引があるそうです。イギリスの場合は家にテレビがあってもテレビ番組を見ないのであれば原則として支払う義務はありません。なんですがちゃんとね、申告をしないといけないそうです。例えばいかなる手段においてもテレビは視聴しないので支払いの義務はありませんっていう文面に実名で署名して送り返すという流れです。これにおいて日本の NHK と違うのが、警察を伴って強制的で部屋に入ることができるそうです。ちなみに受信料なしでテレビを視聴したのがバレちゃった場合は、1000ポンド約15万円の罰金が課されるそうです。ちなみに届いた手紙はこんな感じです。で、私この封筒を持って驚いたのが、ここにですね、イギリスの受信料の支払い率は 95% ですよ、あなたもそのうちの一人ですよって書いてあります。はい、実際に開けていこうと思います。よいしょ。怖い。私なんか悪いことしたっけ。そういうないてー。ですね、ここに書いてあったのが、3月いっぱいで私が1年前に購入したテレビライセンスが切れますよ、だから新しくリニューしてくださいねっていうお手紙でした。あともう一つの紙には、2019年今年の4月1日からテレビライセンスが値上がりしますよっていう紙もね、一緒に同封されてました。だいたい600円ほど値上がりするんだ。テレビライセンスのリニューの仕方が、電話かネットか、あとは一番下に小切手みたいなのがついてるので、郵送のやり方の3つだそうです。電話します。何も聞こえないんだけど。 Thanks for continuing to hold. An advisor will be with you shortly. Thanks for continuing to hold. An advisor will be with you shortly. To renew your license in full using a debit or credit card, please press 1.To help with your inquiry, I need to check some details. Firstly, if you have your license number, please say it now. Thank you. I can proceed with the payment for the TV license. Thank you. Your payment has been authorized. We will send you a copy of your license in the next 10 working days. Thank you for calling. Goodbye. Oh!
その時私は思った。驚き桃の木とど…ん?もう一つ驚いたのが、この紙にね、記載されてるテレビライセンスナンバーが8、9桁、10桁あるのかな。10桁だ。この10桁を打つんじゃなくって喋る、言わないといけないっていうのがね、びっくりしました。クレジットカードの情報は打たないといけなかったのに、なぜかね、テレビライセンスナンバーは言うっていうのが変わってるなっていうふうに思いました。こんな簡単にできるんだって思うとびっくりしましたね。